火薬類取扱保安責任者は火薬類保安責任者国家資格のうちの一つ経済産業省管轄火薬類取扱保安責任者の資格保有を証明して交付される公文書を火薬類取扱保安責任者免状というこの資格を有するものは労働安全衛生法第61条により葉っぱの業務に従事できるものとして はっぱ岸資格と同等に扱われる。公師化薬類取扱保安責任者免状。A4 紙縦に印刷文字のみの免状である。発給番号、氏名、青年月日。発給日と発給都道府県知事が記載され、その下に、主の都道府県知事員が押される。おつしも同様式。公師とおつしに分かれ、公師は火薬庫の所有者または占有者において、 年20トン以上の爆薬、消費者において、月1トン以上の火薬または、爆薬。おつしは、火薬庫の所有者または占有者において、年20トン未満の爆薬、消費者において、月2 5ラム以上1トン未満の火薬または、爆薬及び月1トン未満の無添加化素性爆薬に、制限がある。国家試験は、年1回実施される。 受験に際しての制限などはないが、大学などで火薬学の単位を収めたものは、一般火薬学の科目が免除される。講師または、おつしか薬類製造保安責任者の資格を保有する者は、申請により無試験で講師または、おつしか薬類取扱保安責任者の資格を取得することができる。火薬類取り締りに関する、 法令一般化薬学火薬類取締りに関する法令一般化薬学講習、または、オツ種の火薬類製造保安責任者及び講習、または、オツ種の火薬類取扱保安責任者の資格を持つ、ものは、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の技術陸層、海層、空層の任用資格がある。本件の詳細は、技術層の項目を参照のこと。 その他、コンクリート破砕機作業主任者技能講習の受講資格となっている。ありがとうございます。